2005年12月撮影。右隣に建築中の山形メディアタワーが見える山形新聞、放送会館は山形県山形市、畑子町にあった山形新聞、山形放送の共同所有するビルディングである。1960年、山形放送のテレビ放送開始に合わせて山形市、畑子町に竣工テレビラジオのスタジオや新聞印刷工場、 さらには公開放漁も集約した総合メディア発信機能を担う施設として建設。なお、移転前は山形市七日町に本社が置かれていた。新聞印刷の際に発生する臨転機の振動により、放送業務への影響、精密機器の故障の発生が危惧されたことから、実際には新聞社屋と放送社屋が別に建てられ、それを壁で同一の建物のように見せていた。 1976年の山形新聞創刊100周年、記念事業として8階建ての新刊が竣工。面積100坪のテレビスタジオが新たに設けられた。山形新聞、山形放送、山新観光等の本社屋のほかに、共同通信山形支局、県内主要団体の事務所や専門学校等の、テナント、また文化施設として、コンサートホール等が設置されていた。 山形県縦断駅伝競争大会のゴール地点としても知られていたが、施設老朽化や周辺の再開発、並びに2006年の山形新聞総刊130年記念の一環として、当社屋近隣に最新鋭の新聞、放送技術を導入した新社屋、山形メディアタワーが2003年から建設を開始。山形メディアタワーは2006年に竣工し、新社屋に 山形新聞、山形放送のすべての機能を移転、旧館は同年秋に解体され、跡地は道路拡張となった。ありがとうございます。